はい、どうも、ヤスです。ケンタです。はい、じゃあ今回はこのケンタさんという、まあアラフォーで、まあサラリーマンをやられている方と対談をすることになりました。はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ今回の対談に至ったきっかけっていうのは、まあ、あの私がツイッターで対談相手を募集しますっていうふうにツイートしたところ、はいはい、このケンタさんがご連絡いただいて、はい、それで、今回対談を取ることになりました。はい、はい、ありがとうございます。あ、こちらこそありがとうございます。はい、あの私のことはツイッターで知ったって感じですかね。ツイッターもフォローさせてもらっていて、はい、そのヤスさんが、ナンバー交渉される前のブログから、はいはい、読ませてもらってまして、アメブロとかの時期ですかね。アメブロの時ですね。はい、じゃあ結構昔ですね。結構昔から読ませてもらってまして、その時からその女性の声かけ音声とかもされていて、はい、それを聞いたりとか、はい、あとはヤスさんのナンパ音声を実際に購入して聞かせてもらったりとか。あ、のやつ。そうです、そうです。ありがとうございます。っていうので、はい、こうずっと一度お会いしたいなっていう時にちょうどツイッターを見かけて、はい、今回チャンスだと思って連絡をさせてもらったって感じですね。おお、ありがとうございます。音声 どうでした？ちなみに音声はすごい、はい、マジで勉強になりまして。よかったです。あれを聞いて、はい、あのやり方を今日取り入れて、はい、今の彼女もできたっていうところがあって。おお、それは嬉しい。彼女いるんですね。いるんですよ。それでそう、結構やり方を自分なりには結構パクって、はいはい、特にオープンのところが、はいはい、これ僕の勝手な分析なんですけど、あ、はい、結構こんにちはって言った時に結構笑って、はいはい、自分から笑いつつ声をかけてるところがあって、はい、そこをパクってからうまくオープンするようになったっていうところがあって、あ、今もちょっとそこは引き続きパクってます。あ、笑いを誘って笑いを誘ってってことですね。なるほどなるほど、はい、いや、いいですね。あれですね、面白いアプリあるんだって言って、はい、何って言うんだっていうところはちょっと恥ずかしいんでパクれてない。はいはい、あれは一時期そういう声かけもしてた時期もありました。はい、なるほど、ね、はい、じゃあ今はまあそういうふうに彼女もできて、はい、ナンパも結構頻繁に出てるんですね。そうです。僕は一日がっつりっていうよりは、はい、1日まあ1人2人3人ぐらい、はい、10分15分ぐらいを毎日ちょこちょこやっていこうかなっていう、はい、それがすごいですよね。毎日継続してもう習慣になってるってことですね。そうですね。そっちの方がなんかこう毎週土日だけがっつりやると、はいはい、こう毎回毎回ちょっと軽い地蔵からスタートする、うん、それよりはこうちょっとずつやってた方が、なるほどね、なんかやりやすいし、そんなにこうがっつり出てってやるのも、うん、はい、しんどくなってきたっていうのもありますし、うん、はい、でもやりたいしっていうか、うん、確かに私思うのはやっぱそういうふうに毎日やることで、はい、その、まあ、習慣化されるじゃないですか。はいはい、だからその自然に声かけできるっていうメリットがあるかなと思って。そうなんです。そのナンパってまあこう声かけするときにその非日常的なそのいつもと違う感じが出ちゃうと不自然になったりとかして、それはすごい。でそれをこう毎日やるってことで、はい、その日常の一部みたいな感じで気楽な感じで声かけれるっていうのがすごい強いのかなと思って、はい、そうなんです、はい、自分の素を出せるというか、はい、ナチュラルに、はい、だからそういうやり方は結構おすすめかなと思いますね。はい、そう結構安さんが見てて、はい、一時期ヤスさんがその声かけのスクリーンキャプチャーとかも出してて、はい、800人から声かけて、あ、はいはい、いや、えげつないなと思います。あ、はい、それもでもやっぱ数も大事ですっておっしゃってて、あ、はい、でもいろんな人も言ってるんで、はい、それもやったりもしたけれども、うん、まあ、それを経た上では毎日ちょっとずつやって、はい、その非日常感をなくすっていうのが僕もすごく大事だなって思いますね。うんうん、はい、自然に話せるので向こうも比較的オープンしやすいし話しやすい、うん、だから普段と違うキャラでなんかすげえ勢いでなんかオラ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 とか、まあ、ウェイって感じの声かけだと、まあ、その時はちょっと笑ってくれていいかもしれないですけど、
その後の会話続かなかったりとかして、そうそう、その都度スイッチをガッと入れないといけないっていうのが、はい、うん、まあ、短期だけやめたらいいんですけど、はい、うん、それをこう、まあ、1時間2時間続けるのがすごいなっていう、はい、そうですね、はい、5分だけとかあったらそう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 、それをね、1時間2時間下がっちゃうんですよね、そうですね、でその子をうまく連れ出しても、はい、その後もずっとそのテンションを維持できないですからね。でもどうしてもその素というか自分のキャラって出るんで、はいはいはい、それとその声かけの時のキャラ全然違ってたら、そうそうそうなんです、あれこいつこんなやつだったんだっけみたいな、そうそうそう、連れ出しの時はテンション高くて、はい、連れ出し後低いと、はい、あれってなったっていう、そうですね、続かないですよね、うん、それは超わかります、なるほどな、はい、めっちゃわかります、でまあね、まあ、今はそういうふうに割と、はい、まあ、彼女もいて、まあ、はい、あのコンスタントに、はい、まあ、結果も出てるし、はい、まあ、毎日こうなんか習慣化されてる健太さんですけど、最初はどうだったんですか？最初はあ、てかまず何年前からまず始めたんですか？僕はあの結構長くて7年ぐらい、はい、すげえベテランじゃないですか歴史だけ言うとすごいベテランなんですけど、はいはい、長いっすね、長くて、はい、元々はやっぱりその皆さんの対談音声とかと一緒で、はい、もう全然出会いもないし、はい、うん、合コンとかもないし、はい、実はすごい風俗にハマってまして、はい、まあ風俗も楽しいなって思ったんですけど、はい、やっぱすぐ飽きちゃって、はい、その時にまあナンパは都市伝説ぐらいと思ってたんですけど、はい、うん、そうですよね、そう思いますよね、そうなんですよ、はい、周りにこうバリバリやってる人もいなかったんで、ですよね、周りにいないと余計そうですよね、そうそう、一緒にやってくれる友達もいなくて、はい、その時にそのネットでこう僕はコミュ障だけどナンパをしてますみたいな、うんうんうん、そのブログをたまたま見つけて、はい、その人がまあ失敗も結構してるけど、うん、まあ、成功もして、うんうん、あ、こういう人でもできるんだみたいな、うんうん、でスタートしたっていうのが7年前なんですけど、うんうん、まあ、スタートすりゃ何とでもなるかと思ったんですけど、はい、そんなわけはなくバンゲすらできずに2年間が経ってしまった、はい、2年間長いです長いです、今考えるとよくやってたなって本当に、いや逆にすごいと思います、逆にすごいですよねじゃあナンパっていう世界があるんだと思っていざやってみたらちょっと現実は厳しかったと、現実はやっぱもう自蔵もするし、自蔵もしますよね、監視官も当たり前ですし、はい、それはじゃあ単にブログだけを見てそれを手がかりに、はい、こういうふうにやるんだなってことで自分もいざ街に出て、いざ街に出て一回やったら、はい、もう、まあ、すごい恐ろしい地蔵で、あ、はいはいはい、恐ろしいで、まあ、みんなそうなんですけど、はい、で全然これ無理だなっていうんで、はい、まあ、ナンパやり方とかカチャカチャ聞くと、はいはい、何やら講習というものがあるらしいと、はい、で講習を受けて初めて声かけができたって感じです、ね、あ、なるほど、声かけはギリできて、でもバンゲとか連れだしとか、はい、それこそ全然できなくて、でまあまあまあ、そういうとこ行くと、まあ、お友達ができて、はい、仲間が、はい、仲間ができて仲間と一緒にちょっと声を週末かけるみたいなのをやってて、でも2年間ぐらいはまあちょっと、はい、まあ、たまにある高校に行ったりとか、はい、町高にちょっと行ってみたりとか、はい、そこにはあんまりいい出会いもなく、はい、うん、で3年目ぐらいの時に、はい、こんなダラダラやっててはうまくならんし、はい、結果も出んっていうことで、はい、もうこう毎日ちゃんと出よう、はい、週末もがっつりやろうって、はい、やってようやく番組ができて、はい、まあ、それ以降も行ってアポもできて、はい、初めての時はもう順速ぐらい、あ、アポを重ねた結果重ね、ようやくゴールできたと、で、まあ、そこから徐々にまあ順速度ができるようになって、もともと即はあんまり好きでもなくて、はい、なんか次の日仕事あるのにしんどい、はい、あ、はいはい、まあ、そういう人もいますよね、なんで、うん、即できたのが、はい、まあ、たまたま金曜で、はい、ストを開始して5年目ぐらいにようやく即っていうのができた、はいはいはい、でもそうですね、でも一番初めの2年間バンゲも抱きつつで、はい、初めての時はバンゲ兼連れ出しだったんですね、あ、はいはい、その時はめちゃめちゃ嬉しかったですね、ですよね、最初の成功体験ってすごい嬉しいですよね、それがただの番芸だろうが、もうそ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 うなんですよ、これ本当に何発成功するんだなみたいな、はい、全然セックスするより全然嬉しかった、ね、ああ、はいはいはい、いや、そうですよね、
なんかナンパの可能性を感じる時ですよね。そうなんですよ、最初の成功体験。皆さんおっしゃるけど、はい、最初のバンビナリ釣り足は、はい、本当感動するものだと思います、ね、そうですね。すげえテンション上がりますね。最初のその、まあ、2年間全く成果が出なかったってことなんですけど、はい、それでも続けてたわけじゃないですか、はい、逆にそれすごいなと思うんですけど、やっぱりやめちゃう人が多いんで、そうですよね、そんだけ成果出ないと。そうですよ、ね、半年とかでやめたりとか3ヶ月でやめたりとか、はい、まあもしくは1日出て、あ、これ俺やっぱ無理だってなってもうやんなくなる人多いと思うんですけど、これ続けれたその秘訣は何だったんですか。これいつか成功するだろうっていう根拠なき自信というか、はい、がやっぱ支えになってた気がします。別に誰が応援してくれるわけでもなく、なるほど、うまく続けてればうまくいくはずだっていう、いくはずだっていう、それ何事もあれなんですか。それ昔からそういう性格だったんですか。それとあとあれですね、はい、僕結構受験とかでも浪人したりとかして、はいはいはい、結果出るまで時間が、はい、かかろうがかかるけど最終的に結果が出たっていうところが、うん、まあ、学生時代とか社会人とかであったんで、なんかまあすぐ結果が出なくても、うん、後々出てくるだろうっていうのと、うん、あと幼い頃から俺は大器晩成だって、はい、頂点は60歳ぐらいだって思ってた、思ってるんで。なるほどなるほど。なんでその諦めないのがいいところだなと思って。なるほど、そっか。じゃあそういうふうにその昔の、まあ、別の分野での成功体験というか、はい、そのそうですね、なんか続けてたら、まあ、報われたっていう経験と、はい、あとは、はい、その自分の大器晩成型なんだっていう、そうです、はい、自分の、性格を分析したときに、そうですね、そういうタイプだと、そういうタイプだという、あ、強く思って、そういう思いから続けてたと。思いだけやって、なるほど。で、まあ、3年目の時に、はい、まあ、まあ、成果が出て、はい、その後はどうですか。こう順調にどんどんこう、その後はスキルアップして成果もどんどん出始めたんですか。長期的に見ればまあ右肩上がりだ、はい、やっぱ当たりますよ、こう、あ、まあ、山あり谷あり、はい、上がったり下がったりで徐々に徐々にうまくなってきたかなっていう感じですね。じゃあその途中で、じゃあ私のブログ見たりとか、その音声を買ってくれたりとかもして、あ、そうです、そうです、はい、とか、まあ、あれですか、その他の人の講習とかセミナー受けたりとか。そうですね、はい、そうです。だからもう最近は比較的ちょっと抑えるようにしてるんですけど、うん、もう超インプット型で、あ、じゃあ結構そういう、まあ、自己投資もされて、そう、講習も A さん受けて、はい、B さん受けて、はい、C さん受けて、はい、で、B さんの教材買ってみたいな、ちょっとぐちゃぐちゃになって、はいはいはい、だけどまあ、うん、あんま詰め込みも良くないなっていうので、うん、アウトプットも意識して、そうですね、記事、ブログ記事とかで、うん、まあこういう風に、あ、そっか、ブログもやられてますもんねっていうので、うん、やってますね。あとまあ自己啓発的な本も結構、はい、ああ、要はその別にナンパの分野に、の本じゃなくて、はい、まあもっとこうやる気を出すためというか、モチベーション維持っていうのもあって、そういう本を読んだりとか。最近はもうやめたんですけど、なんかちょっとナンパの話からそれるかもしれないですけど、はい、大きい東京の書店とか行くと、はい、自己啓発エリアって波のようにあるじゃないですか、はい、これ人が悩みまくってるっていうのが1点と、はい、情弱の連中が餌にされてるなと思って、はい、あ、はいはいはい、だからあんまりこれ逆に、はい、読むのがどうなのかなみたいなとか、はい、っていうふうにちょっと思ったりして、あんまりインプットはしないで、はい、まあ、でき自分で考えて、うん、本当に困った時だけその分野だけ見るみたいな、はい、あ、なるほど。まあ俺も学生の時とか、まあすげえ自己啓発本とか読みまくってましたよ、とかサラリーマンの時期とかも、はいはい、まあ、それはすごい役には立ちましたよね、今思うと。そのモチベーション維持とか、まあ、はいはい、なんかこう自分の生き方とか、はいはい、そういうのには役立ちましたけどね。まあで、そんな感じで、まあ、今は、まあ、割とコンスタントにやられていて、はい、で、はい、で、まあね、さっきちょっとこのケンさんと話してたんですけど、はい、そのまあ、ナンパでの、まあ、経験して、はい、そのこうある程度こうその
まあ、恋愛とか出会いに関して、はい、こう自由にこう自分で、はい狙った子に声かけて、はい、そのまま、まあ、成功することもあるっていうので、はい、こう自由に、はい例えばそれ会社内での飲み会とか合コンとか、はい、婚活パーティーみたいなちょっと人に、はい、頼っていくんじゃなくて、あ、そうです、自分から出会いを作り出せるっていう、はいはい、その自由さ、はい、っていうのがいいなっていうふうに思ってた。そうですね、ナンパやってて、その、まあ、セックスできたのも、はい、初めは結構感動もしたんですけど、はいまあ、それよりはこう、はい、自分でこう好きな時に好きな子に声をかけれるとか、はいうんまあ、それがまあ成功しても失敗しても、まあはいまあ、成功した方がいいですけど、はい、というよりはこう自分でこうそんなに人に頼らず、うんうん、主体的に生きていけるっていうのがやっぱすごいいいなと思って、はい、でそれをで派生するとこうなんか、はい、安さんとか、はいまあ、シャオンさんとか、はいまあ、パックマンさんとかみたいに、はいまあ、より、まあ、働き方自体も、はいまあ、会社員っていう勤め方は別に間違ってるかというとは思わないんですけど、はい、より自分のやりたいことを、はいでやりたいパートナーとやっていくみたいなところに結構憧れというか、うん、考えるようになって、うん、今はまだ両立してるわけじゃないんですけど、うん、そういう人に会って話を聞いてみたいなとか、うん、じゃあ自分はどうするのかっていうのを考えるっていうのが、うん、ナンパよりも大きくなってるっていう感じですね、うんうん、なるほど、はい、それで申し込ませてもらったっていうのも結構大きいですね。なるほど、今回の対談を安さんに会えるっていうところで、はい、なるほど。なのでね、そういうこうまあ私の話とかもちょっと聞いてみようかなみたいな感じで。そうですね、はい、はい、なるほど。いや、ありがとうございます。で、まあ、そ聞いてる人も、はいまあ、そういうところも聞きたいというか、まあ、安さんが、はいまあ、普通にナンパしてる人だったらいっぱいブログあるじゃないですか、はい、でわざわざ、まあ、安さんとか、ね、来るっていうのは、まあ、ナンパだけにとどまらずとか、はい、っていうところもあって、うんまあ、聞いたりとかしてるのかなって僕は、うんまあ、一視聴者として思ってたってところがあります、うんはい、なるほど、いや、ありがとうございます。なので、まあ、今後は、まあ、ナンパはある程度もうできるようになってきたんで、はいまあ、次何かこう自分の生き方とか人生現場とか、はいまあ、そういう他の面でも、はい、もっとこう主体的に自由に自分のやりたいことをやっていこうと今されているということですね、はい、そうです、そうです、はいはい、まあ、じゃあまあそんな健太さんですけど、はいまあ、ブログも書かれているんで、はい、あのとかあとツイッターもやられているんで、はいまあ、ぜひチェックしてみてください。はい、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。じゃあ今回は以上で終わりたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。